2017年兵庫県知事選挙は、2017年7月2日に、党を開票された、日本の地方自治体である、兵庫県の執行機関である、兵庫県知事を選出するための選挙。現職の井戸俊三の人気満了に伴う選挙である。6月15日に告示され、届け出順に、コラムニストの勝谷正彦、現職の井戸俊三元兵庫老連議長の津川智久。 前火災市長の中川洋造、以上4人が立候補。この選挙は、改正された公職選挙法において、選挙権が20歳から18歳に引き下げられてから、初めての兵庫県知事選挙となる。4名、立候補届出順。届出順投票率は40.86%で、前回2013年の53.47%を12.61%。 下回ったが、知事選単独としては1982年以来35年ぶりに40%を超えた。当日の有権者数は456万209人で、投票者数は186万3367人であった。候補者別の得票数の順位、得票数、得票率、赤配率、協託金母集外境は以下のようになった。教託金欄のうち、 没収とある候補者は有効投票総数の10%を下回ったため全額没収された。赤配率は未発表のため暫定計算とした。現職の井戸が新人候補3人を破り当選。連続5選を果たした。ありがとうございます。